皆さん、毎度ニューヨークでビール飲むにやってるヨシです。Hello everyone, I'm Yoshi, アビアノーモレインニューヨーク。そして、キヨです。はい、本日もブラインドビールテイスティングのお時間がやってまいりました。今日は僕が選んでキヨさんが当てます。はい、意気込みを。それでは、やっていきましょう。はい、頑張ります。おっ。はい、本日、キヨさんに飲んでもらうビールはこちらです。バイレン。キヨさん、お願いします。はい、すごい綺麗な色だね。あんまり強い香りはしないね。はい、なるほど。僕もこのビールは結構ね、どんな味だったか覚えてないんですよね。まあちょっとそのグレープフルーツの白い部分の香りがちょっとするかな。へえ。ちょっと苦みがあって、面白いな。だけどすごい軽い。はいはいはい。中にちょっと甘みも、何の甘みなんだろう。飲んだ後にこう口を閉めて息吸おうとすると、そのスパイスの香りが出てくる。ほうほうほう。ちょっとした、いや、これは、はい、カゴはブランクです。正解はこちらです。全然違うじゃん。バイレンクラシックです。僕もね、このビールね、本当に飲まなかったんで、あんま覚えてないんですよ。100 years beer、 そうなんですよね。そう、100年爆笑、100年前 の、 そのドイツ の、 そのレシピを元にして作られた、まあ、あと機械とかもね、ドイツから入れてね、はい。まあ、僕は結構好きなビールですよね。お気に入りですよね、はい。だから当てられるかなとはちょっと思ったんですけど、2人ね、こうやり始めた、この企画やり始めたはいいんですけど、なかなか当たれへんって思って、確かに難しいって。最初ポンポンポンって当てられるかなって僕も思ってたんですよ。まあ70種類ぐらいやったらいいかな、はい、60種類ぐらい分かるかなと思ってたんですけど、なかなか難しいものもありますよ。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビールの森の吉と清水でした。じゃあねー。